なぜ安倍歌は号泣し、須崎優位はおえつしたのか。溢れ出る悲壮感はメダル連発スケボー選手と天地の差。多かれ少なかれ、日本代表として五輪に臨む選手には重圧がかかる。無責任なメディアの期待がそれを煽る。そんなプレッシャー軽減し、前向きな力に変えさせるのも指導者の仕事のはずだが、日本柔道の威信にかけて、 と青筋を立てる記号伝統競技記号では、未だ精神論が蔓延っている。柔道男子100キロ超級で五輪初出場となった斎藤達る22は、準決勝に続いて3位決定戦にも敗戦。メダルなしに終わるや、泣きながら日本に帰れない、とその責任を一人で背負い込んだ。リベンジを期した混合団体でも制裁を欠くと。 フランスとの決勝を前に鈴木刑事監督からこう怒鳴られているのだ。何のためにここに来てるんだ、何なんだお前は。お前はよく死ぬ気でとか言うけど、全然死ぬ気でやってねえよ。ここで死ね。俺もあそこで死ぬからお前も一緒に死ぬんだよ。ただでさえ、重圧に押しつぶされている選手を物騒な言葉で追い詰める。 これが指定関係の愛の鞭だと思っているのなら、時代錯誤もいいところ。結果、斎藤は二度の一本負けを喫し、日本は銀メダルに終わった。畳やマットの上で笑って踊るわけにはいかないが、味方からもプレッシャーをかけられては、選手はきつい。